品をユーロ編、はい、紹介させていただきます。先生お願いします。お願いします。スタンプ佐々木です。よろしくお願いします。今回たくさんコンテナの中に入ってきたんですけど、その中でもビューローがたくさん入ってきてて、はい、その中で推しの推しビューローを、推しビューロー、はい、でこちらが1個目、幅が1095mm で、この奥行きが47cm、470mm です、うん、一番広いそうです。で、高さが 1260mm、はい、ちょっと高めです、うん、で、お値段がこちらが29万1500円。はい、足が本当に可愛いんです。とっても可愛いです。珍しいですよね、うん、確かに本当ないですよね、真鍮なんです。バッグでぜひ、なんかガラスの色が懐かしい感じですね。ちょっと紙一重なとこある、うんうん、あ、言い方が間違った感じが。こちらちょっと大きいもの、はい、で存在感ある感じのビューローなんですけど、こっちがスウェーデン製のビューローで、変わって、はい、でこちらサイズが幅が87cm、奥行きは同じで、こっちと同じ47cmで、高さが97cmです。はい、これの他のほうです。あまり見なかったビューローだったので、可愛いと思います。足がね、そう、スラッとして抜け感あって、お部屋に置いておきやすいかな。スマートな感じしますね。綺麗しますね。ビューローの中でもね。ちなみにさっきのスウェーデンのビューローが28万6000円です。で、最後のおすすめビューローなんですけど、こちらの幅が84cm です、はい、で、奥行きが45cm、で、高さが109cm、お値段が27万5000円です。はい、なるほど、はい、斜めになってるのが可愛いから、横から見るとね、この傾斜がとっても可愛いです。ビューローがなんでおすすめなのかみたいな話。あ、そもそもビューローって何ですか。ビューローってね、ライティングビューローって本当は読んだりするじゃないですか、はいはい、なんでこうやってこう引き出しがついてるものが、うん、あの多くてっていうか、まあ、大体ついてるんですよね、うん、なのでここで物書きもまあまあこう書いたりできるとって感じですね。で、ちゃんとこう収納としても引き出しがついていて、で場合によってはここに鏡がねこうついてるものがあったりとかするので、まあ、収納としても使えるし、ちょっとしたこうそうドレッサー使いみたいな感じもできるので、そんな便利な、今時こういうの使う全然見ないの、ね、そうだから、まあ本当ヴィンテージならではな、あの作りなので、まあ、おすすめのカテゴリーかなっていう、はい、はい、質問が来てます、はい、材はすべてチークですか。チークです、はい、チークですチークですはい、あ、まあちょっともちろんところどころ多くが使われてたり、はい、箱の中身はビーチみたいな材が使われたり、まあ、組み合わせはされてますけど、はい、表に使われている材は全部チークです。はい、こういうとこ、こういうちょっとこう R になってるじゃないですか。でこれね、突き板と無垢の組み合わせしてるんですよ。こういうのを突き板でなかなか作るのが難しい、境目がありますね。そうそうそう、難しいんで、ここの部分は無垢で作っていて、うん、この表面は突き板で貼るっていう作業をしてたりするんで、まあなんかそういうのをまあちょっと見てもらえたら、あれはこんな感じじゃないかなみたいな、うん、はいはい、はい、チーク、ビーチは日本語ではハテナ、チークはチークはチーク、チークビーチはブナです。ビーチは少し肌目は割った時は結構白っぽいです。肌色、本当に肌色よりちょっと白っぽいぐらい。で、それが経年変化すると亀色に変わってきます。はい。次行きますか。はい。ソファーです。ソファー類をのおすすめを紹
紹介していきましょうということで、実際に映っているのがハンス・ゼウェグナーがデザインした G290 の3シーターになります。はい、でサイズがこちら、幅が 1810mm、はい、奥行きが 78cm、 高さがこうまでが67cm で、シート幅が一番高いところで 41cm です。座る、はい、3シーター、これ張り地は小型ラフシモノズのプレミアムラインで、スニバっていうスニバで、スニバですね、はい、いいですね、いいですね、やっぱりレグナーですね、レグナー、これオーク材です。こちらはオーク材です。はい、オーク材です。はい、こちらも今回入ってきたものなんですけど、はい、で今だと全部揃ってます。290シリーズを探すの方は、うん、確かに、はい、シリーズで揃えたい方、こちらファイバーの290、はい、バーシータの後期もですから、そうですね、はい、あ、前期も入ってきてます。お好みの方をお問い合わせくださったら、はい、はい、でこちらがですね、お値段は税込み62万1500円から、うん、こちらあのご希望のお好きな針で貼り替えれるので、うん、針地によってお値段変わってきますので、うん、お問い合わせください。はい、ロータイプの290で、こちらの値段が55万円からになってます。まあ、で全部この290っていうのがあの Y チェアでおなじみのレグナーですね。はい、レグナーのデザインです。はい、今では手に入らない、入らないことはないけれども、ヴィンテージを扱う理由の一つとして、ちゃんとこう資産価値としても、まあ、あるんじゃないかっていうことも含めてヴィンテージを扱っているということですね。はい、で、さっきね、言ってもらったように安くないわけですよ。はい、50年、60年経った家具がやっぱりそれだけ価格、うん、現地でも高いですからね。はい、これあのうちがなんか暴利を貪ってるわけじゃないですかね。だったら売れないじゃないですか。だからこう現地でデンマークでももうそれぐらいの価格、はい、やっぱしてしまうわけですよね。なのでまあそこを思うと、やっぱりいいものをちゃんと買っておくっていうことがやっぱり大事じゃないかなと思ってるわけですよ。北欧家具ね、さっきもちょっとね打ち合わせで話してたんですけど、今新しいブランドでこうヘイとかね、各ブランドの中にもちょっとこうとっつきやすいエントリーモデルになるような家具もあれば、ちゃんとこういう風にお値段は高いけれども必ずこう価値の落ちないもの、まあ、そういうものがこう含まれているわけですよ。そういうものを僕らも買っていただいている方がゴミにもならないし、お客さんのこう資産に、まあ、なってもらえたらいいんじゃないかなと思って、そこもなんかいろんなことを含めて、うん、北欧家具ってやっぱすごいなと、うん、他の家具の世界でなかなかそうならないですからね。北欧家具でしょ、うん、あ、だから今すごい、だからもう世界で広まってるんですよ今北欧家具。うん、改めて時計で言うと、うん、ロレックス買うような感覚です。まあみんなが知ってそうなところで言うと、うん、だからロレックスって別にちゃんとした本物、うん、買っとけば価値落ちないし、下手すると上がるじゃないですか、うん、それと一緒だと思ってるんですよ、北欧家具も。大切に使えば、そう、はい、そうなんですよ。だから ロレックスの偽物はどこまで行っても偽物ですからね。だから高いなと思っても本物買っとくと将来的に値段がね、うん、ちゃんと維持されていくっていう、まあ、そういう、そういうことです、ね、はい、はい、素晴らしい。ヴィンテージはだから今サイトに載っているものもあるので、はい、そこを軸にまずこういう商品ありますかってお問い合わせいただいたら、記事の貼り替えをしてないタイプとかがもしあればそちらもご紹介したりとかできるので、はい、ご相談ください、はい、じゃあまず今日はじゃあヴィンテージをまとめると、はい、どういうことでしょう。ごめん全然打ち合わせになかったことをやってきました。ちょっと時間があったから全然いらないサプライズでした。ヴィンテージどうだった？ヴィンテージ奥深いなと思いました し、うん、あとそのそういう伝統を、うん、なんかこう私の人が使ってきたものを私たちで止めたくないなって思いました。また次につな
ながっていったらいいなと思いました。かっこいい。どうですか。いやいや、かっこいい。やったまあ、でも本当そうですよね。しかも家具って毎日使うものじゃないですか、うん、毎日使うものがそうやって受け継がれていくっていうのってなんかいいと思うんですけどね。なんでみんな使い捨てになっちゃったんだろう。なんでですか皆さん。なんで使い捨てになったんでしょう。本当不思議なんですよね。いつの時代からか、なんか新しいのがいいみたいな。そうで、どんどん捨ててっちゃうみたいな、うん、うちのなんか松山サテライトで頑張っている高橋くんが、昔某家具屋さんで、大手家具屋さんで働いてた時に、毎日4トン車の家具廃棄が、何車だったっけな、多分ね、4トン車丸々ぐらいは全然毎日捨てられててるんですよ。だから僕はちゃんとこう、リペアをしながらこう家具を使い続けてもらえるような仕事をするみたいな、そんなね、こともあるわけですよ。皆さん、だから。はい。かなと思います。ヴィンテージ家具触ったでしょうか。ちなみにこっちでリペアをやってるので、ね、あんなところで家の張り替えやったりとかやってます、はい、ということで、はい、もう年末差し迫ってきましたが、はい、お家の何かと整えていくときにヴィンテージ家具、はい、うまく、ぜひ取り組みしてください。それではまた来週さよなら。